皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。子供心を忘れなさすぎてプリン体を言葉通りに受け取ってしまったマドモアゼルさやです。ビールってプリン入ってるんやね。思うよね。小学生ぐらいまではちょっとなんかなんでプリンなんだろうと思ってたよね。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、逆に撥水ポリマー。クソ迷惑。吸水じゃないんです、撥水ポリマー。逆にねってほら自分でも分かってる、これが逆だということ。ということで今回こちらです。うごめも、はい、今回やっていく企画はこちら。ディドン、アラサーの青春うごめもでお書きしてみた。チチチチバルチチに俺の勝ち。これもまた青春、これもまた青春。てなわけでですね、皆さんうごメモってご存知でしょうか。いやね、多分ね、知らない方もね結構いると思う。いるかもしれんな、うん、今の若い子とかは特に、はい、Z 世代の方なんかは知らないんじゃないでしょうか。ね、なんか便利なタコの皆さんとかね、便利な Z 世代タコの皆さんは知らないんだけど。スイッチ世代からの人は、まあ、確かに知らんかな、うん、わかんない。でも知ってる人も結構多いイメージなんだけどさ、うん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 、動くメモ帳っていうのが DS 時代にありまして、はい、でそれがさらに 3DS になって動くメモ帳 3D みたいなやつができたんですけど、うん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 、はい、まあ、今回はそれを使ってお絵描きをしようかなという企画でござんす。はい、そしてこちらが実際の真の始皇帝の墓から出土した 3D ですね。なんですぐ真の始皇帝の墓から出土させるの。衛星王の墓から何を掘り出してんの。あの兵馬俑の一人が持ってました、はい、持ってねえよこんな。こうやって一人だけ持ってやってた。オーパーつげる。このうごメモって言いまして、そうそう、お絵描きアプリなんですよ。不思議だよね、ペンついてるのもね。そう、そもそもこの DS というものにはペンがついてるんです、はい、タッチペンが、はい、うん、っていうわけでこれを使ってなんだかんだやったことなかったからこれで絵描いてみようぜっていう企画なんですけど、はい、実はアラサーの青春と言いましたが、まあ、我々使ったことないんですよ。いやね、そう、そもそも自分の DS に入ってることすら知らなくて、はいはいはい、なんかまあ特別にダウンロードするものなのかと思ってたの。あー、なるほどね。そう、アニメーションがね、いやそうなのよね、作れちゃうってことで、その作品は見てた。そう、なんか当時なんかめちゃめちゃ棒人間がビュンビュン動いて、うん、あ、そうそう、シャンシャン戦ってる、シャンジャギンジャギンってあのさ、刀でめちゃめちゃ戦うみたいな、あ、そう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 、やつとか見てたかもってぐらい見てた。いやもうだからもうある種こう憧れの画材に今触れたとか、うん、確かにな、アラサーの憧れの画材、うん、憧れの画材の一つかもしれない。まあでもこれはあれだからね、これちょっと今回撮影用に横田さんからね、うん、ちょっと借りてる 3DS になるんですけど、はい、僕のもこれの色違いで持ってます。うん、お付き合いしてる時にね、うん、これで二人でねポケモンとかさるさんです。なんなら今入ってんじゃない。入ってる。おー、ポケットモンスターさん。あれ、これあれじゃん、つい先週か先々週上がってた動画、ね、はい、ポケモン図鑑だったと思うけど、まさにさんじゃん。いや、あのアローラね、ええ、つけたし、ポケモンマスターに俺はなる。サンムーンの実況始めないから。お前もなるか。ならねえ。わおー、うわー、懐かしい。ライオン丸、違うよ、見て、サヤだって、サヤじゃん、サヤじゃん、めっちゃサヤっぽい人だ、ちゃんとサヤ作ってるじゃん。すごいとこいないじゃん。すごいとこおらん。すごいとこおらん。すごい、ボス戦の前なんだけど。なになになにこれ。はい、まあそんなことはいいんです、はい、まあ、そんなことはいいんですよ、気を取り直しまして、はい、こちらがね、うごメモなんですけど、はい、そういえばそうだった、うごメモの企画だった、うん、まあ要はお絵かきソフトということですもんね、と思いますよ、うん、要はクリスタみたいなもんで、いやちょっとごめん、企画対象が悪かったの、ペイントみたいなもので、あ、まあそれぐらいのが、多分うごメモさんもあ、今ほっとしたと思う。俺さ、背景素材とか入ってないけどとかなったの。俺あいつと張り合わなきゃいけないのかよみたいな気持ちになったけどね。まあ実際どんな感じなのか僕はあんまりまだ分かってないんですよね。いや分かんない、だって初めてこれで、はい、だって憧れの画材ですよ、ゲンさん、うん、開いてみますか、とりあえず、うん、書く、お、待って、ゲンさん、じゃあ初、はい、あー、なるほどね、ペンの種類、ペンの種類がこうやっていろいろ選べて、うんうん、おー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 、じゃあゲンさんちょっと試しモンサンミッシェルから書いてみ、モンサンミッシェルから、ゲンさんが断ることでモンサンミッシェル書かそうとするというわけで、ゲンさんが初めて書いたモンサンミッシェルです、はい、ほら、色まで作れる、トーンで、え、トーンあるの楽しいね、あ、それ青色トーンを貼ってるね、そういうことだね、うん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 、まあ、全然モンサンミッシェルじゃないんですけどね、なんかもう廃墟で数年放置されたジェットコースターみたいになってますけど、ね、うん、あ、これで戻るね、
はいはいはい。あ、無に来て。あ、いいいいいい。なるほど。あ、青くなっちゃった。みさの血が。血が騒いじゃって。血が騒いじゃ。また世代が出ること言ってるよこいつ。もしかして同満正満って言ってますか、はい、それ。どうでもいいんだけど、あのアイドルの最初が同満正満にすごい聞こえる。わかる。アラサーです。同満正満、同満正満って聞こえるんだよ。マジどうでもいい。というわけで、ゲンさんのデビュー安倍の生命、ちょっと保存しておきましょうよ。どうやって保存するの？カエルちゃんね。あ、これで保存だ。はい。何これ、音まで取れんの？嘘。すげえ。え？同満正満。どうもんせーせーまでしかない楽しい、これえ、すごっ楽しい、こんなのあるんだ。まあ、ということで、はい、なんかいけそうな気がしてきましたね、これはですにゃん。ではでは早速、うごメモでお絵かきしていきたいと思います。さあ、ではですね、まずはなんか好きに書こうよ、うん、まずね、うん、まずあれちょっと画材になるよ、うんうんうん、そうそうそう、はい、じゃあまずは制限時間20分ぐらいでやりましょう。はい、ね、用意スタート、はい、よし、やるよ。キャンバスが小さいからさ、そこまで超大作みたいなのは書けないわけだよね。確かにね、ちっちゃいもんな。まずは書きやすい手癖を書いてみますか。手癖？うん、手癖手癖手癖すぎるだろそいつは。懐かしいこの感じ、なんていうの、このザクザクした感じっていうの。えちゃ、そう、えちゃ、お絵かき BBS、うん、え、てかさ、すごい話するとさ、うんうん、僕ね、ゼルダの伝説お絵かき BBS っていうところにすっごい、あー言ってたね、ビビってたのね、うんうん、そこで初めてエチャットに入った時に、うんうん、エチャットのシステムがマジで分かってなくて、うんうん、皆さん簡単に説明すると、今のお絵かきの森あるじゃないですか。あー、うんうんうん、お絵かきの森も多分エチャみたいな機能に近いんだけど、うんうんうん、なんかそういう感じで入った時にもすでにさ、誰かが書いてるわけじゃないですか、いろいろ。でっかい画用紙に全員で書くみたいな感じなんで。そうそうそう。何このボタンって思って。もうなんか多分今知ってる人だったらそわっとしたと思うんだけど。超そわっとしたよね。全消しボタン俺押したのよ。その場で書いてた人たちが多分 2,3 人いたんだけど。対策があったかもしれない。そう、そこに対策があったかもしれないんだけど、俺は消してしまったの。幼子って怖い。幼子ってほどでもね、11、12とか。あ、幼くない、幼すぎない。普通にちょっとあの物普通にあの分別はついてる、うん、だから普通に魂、普通に焦った、心キャーってなるやつじゃん。チャット欄であーっていうなんかテキストが見えて、ごめんなさい、マジでごめんと思って。あるよね、うん、でそこでなんかね、たまにあの混ぜてもらって、うんうん、チャットを楽しむみたいなことをやってた中学時代だったんだけど、でそこでね、なんか面白いのがその時のそこの管理人の人かな、そのサイトの、もともとゼルダのお絵描きの掲示板でめちゃくちゃ好きな人だったんだけど僕が。あ、うんうんうん。でその方がすごい作家活動を今もやってらっしゃる方で、たまたま見つけて、絵柄がすごい当時から独特な人だったの、うんうん、あ、うんうん、すごい個性的な絵柄ですごいなと思ってたんだけど、その方をたまたま見つけちゃって、ツイッターとかで、そう、ツイッターでバズってるツイート見つけちゃって、うんうん、あーって思って、あの時は全消ししてすみませんでしたっていう、すっごい罪の意識から本当に本当にすごい素敵な作家さんですよ、うん、まあ、ちょっとその方にとってそのお絵描き BBS での経験って今どういう扱いになってるかがわからないので、うん、誰とは言わないんですけど一応。え、楽しい、懐かしいな、なんかね、こんな楽しいことしたんだね、教えてよ。なんかね、当時すごい流行ってたの覚えてんだよ、流行ってたけどなんかスルーしたんだよ、俺多分普通にゲームやるのに忙しかった、うん書いてるとちょいちょいカエルさんが出たり入ったりするの、なんだろう、え、なにそれ、ほら、え、ほら、カエルさんが、ほら、え、ほら、出たり入ったりするの。あ、ほんとだ、なんで、かわいい、なんかピョコピョコしてるね。ピョピョのところには来てくれないのカエルさん、ずっと常駐してる、目が離せないってことだから、そういうことかもしれない、ね、え、俺さっきどこで見たんだろう、何、さっき俺さ、はい、洗濯範囲見つけたんだよな。あ、洗濯範囲あったよ、洗濯範囲どこか、俺もさっき見つけたよ。僕に出さねえぞこいつ。二度と出せ。教えてくれるだけの人なのに。あれ？あ、書いてきた。びっくりした。ねえねえ、X ボタンって全消し？もしかして。そうだよ。もう全消しした。うん、私も2回した。びっくりした今。あのお絵描き BBS でやった時の恐怖が。スッと戻ってきた今。X 全消しか、マジ。書いといてほしい、全消しって。全消しだよ。あ、あったあったあった、これだ。一人色判定、すごいな。え、そんなのできんの？すごいね。お、見て、ほら。
すごえ、おもろ。 DS 時代からあったらしいですけど、これ、DS の時代の僕ね、やってたゲームでね、大合奏バンドブラザーズっていうのめっちゃやってたんだけどさ。出た。知ってる？知らない。出たって何言ったじゃん今。いやなんかゲンさんが言ってたのを聞いたことがあるなと思うんだけど、はいはいはい、でもなんかその互換的に言うと、うん、あれなんですか、やっぱ楽器同士がぶつかり合い、見つからねえ、俺がセンターだみたいな感じになるやつ。違うよ普通に楽器を演奏すんのよ。トランペットとホルンがセンターを争うのか、なんてそこにジャケンギコさんがなんでメロディーを出すって楽器のところに打楽器が入ってくるの？え、打楽器なんですか、ギコって。え、ギコはだとギリギリ、ちょっとダじゃないじゃないですか。ダじゃないけど、ギじゃないですか。ダじゃないけど、ギこういうやつがフルートって木管楽器じゃないじゃないですかとか言ってきてめんどくせんだフルートって笛じゃないですか。笛だけどお前な、俺が木管とか金管とかでね、区別してると思うな。お前な、知ってんのかお前。なんだ、 YouTuber が一番お世話になってる楽器の名前知ってんのか。 YouTuber が一番お世話になってる楽器、なんだ。ビブラスラップです。え、知らない人出てきた全然知らない。いや絶対知ってる、絶対知ってる。あの皆さんも聞いてみてください。あ、わかんない。和太鼓と春、和太鼓と春、ビブラスラップ。パワーってやつ。何それ、わかんない。それ何の音？パワーYouTuber どこで聞いたそんな音。あれかと思った。ペッポポ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 。それはあれじゃん、リコーダーじゃん普通に。リコーダーかと思いまして。違います。 YouTuber が一番お世話になってるビブラスラップ、こちらの音です。はい、編集さんどうぞ。違うかな入れたがり。これ使ってた。え、わかんない。 YouTuber よく捕まん。そう、じゃあ私が見てたの YouTube じゃなかったじゃない、じゃない、うん、それかドドン。あ、ドドンをよく使ってるみんな。そうそうそう、何かとすぐ甘えてる。言うな待って、え、無事。これマジ無事よ。え、これでみんなさ、あんなかいすごいの書いてたの。ね、すごくない。すごい。さあ、ということでできました、初うごメモチャレンジですが。初うごメモチャレンジ、はい、まあ、どんなの書けたかと言いますと、はい、はい、今回ですね、あのこっちの画面でしか収録できないので、さやのもこっちに送ってあります。はい、はい、すごいよね。でも簡単に送れちゃった。すごい簡単に送れましたね、うん、じゃあまずさやのからいきますか。イエーイ、こちら、じゃじゃん、どどんと。なんかさやさんっぽい絵になりましたね。できましたね。いやでも書けるの楽しい。すごいね、うん、書けるもんだね。いやなんかもう本当に懐かしい、あの絵茶、うんうん、お絵かき BBS、はいはいはい、あの感じですよ。いや、わかる、これね。そう、このなんかこのちょっと絶妙に制限されてるし、絶妙に線がガサガサしちゃう感じね。このザクザクしたこの感じ、はいはいはい、いやなんかさ、でもさ、この感じさ、なんかさ、うん、なんか妙にさ、うまく見える瞬間あったりするんだよな。でも線数が多いから、あのラフみたいなもんだよね。あ、そう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 、ラフの線がなんかよく見える現象みたいなのは、うん、確かにうごメモでも起きえる気がするわ。うわ懐かしい。いやなんかいろんななんかイラストサイトのお絵かき BBS にさ、うん、ご自由にどうぞって書かれてたから、え、じゃあちょっと書いちゃおうかなっつって、なんか、はい、いっぱい書いてたあの頃を思い出したでも一番楽しい時期、うん、でもちょっとブラックオリジンなのそれ。まあまあまあ大概そうでしょう、そういうのは。すごい減った、うん、マウスで下手くそに書いたやつ、はいはい、マウスね、そういろんなところに残してきちゃってるからいや僕も最初マウスで書いてて、でもどうしてもそのゼルダの伝説でリンク書きたくて、うん、安いペンでも買いました。あ、当時ワコムの。すごい、ちゃんともペンタブっていう発想があったの、うん、すごいね。そう、中学校の時確か買った気がする。うわー、いや、いいっすね。じゃあさやのいつものテクセボーイ。はい、テクセボーイ。はい、テクセボーイ。はい、テクセボーイちゃんです。まあ僕もテクセガールなんですけど、ですイエーイ、はい、あ、いいですね。はい、テクセガールですね。テクセガールですね、うん、いつものいつも通りな、なんかヘルメットっぽいやつをかぶって、うん、え、かわいいかわいい。いや、そう、で、頭にお花をつけてる今回ね。うん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 、いや、書けますね意外と。まあでも言うてペンだもんね。まあね、なんかこのザカザカした感じとさ、ゲンさんのさ、こう質感系がなんかちょっとマッチして。あ、まあどうなんですかね、よりガサガサした感じ出たね。ちょっと見づらい感じにはなったね。だから、いやでも楽しかったね。楽しい、素晴らしい、楽しい。書けるぞこれは。書けるぞこれは、うん、画材ですよ。画材ですね、はい。さあではですね、まずはうごメモでとりあえず絵は描けたと。はい、描けました、はい、無事描けたんですが、うん、まあうごメモといえばもう一個やりたいものがありますよ、やっぱり。はい、動くメモ帳なんです。まだ動いてないじゃないですかっていうことで。そういうことです。はい、ちょっと今からあのうごメモの動くゆえんを、まあちょっとはまあわからないんですけども、はい、なんかこう動くものを描いていこうかなと思います。はい、ここからがうごメモの真髄というわけですよ。いくぜ。もう始めんの
さあ早速やっていきましょう。ちょっと場所変わりました。はい、はい、ちょっと今ややこしいんですよ、ね、あのこっち側にあんま分かりやすいで、今から青が僕で赤がさえだと思えばね、はい、で、はい、真ん中がゲンさんですね。真ん中がゲンさん、はい、で手前もゲンさんなので皆さん気をつけてくださいね。何個あるのじゃあ行きましょうか。レッツうごめも、もう一旦ちょっとなんか動いてることを楽しみたいから。いや分かるよ、私も動いてることを楽しみたい。こんなにだってさ、お膳立てされてるさ、アニメーション作る環境ないよ。ないよなかなか、うん、うちのお父さんがね、我が子をね、呼び捨てにするんですよ。パラちゃんって呼んでって言ってるのにね、うん、パラパラって呼ぶからね、ちゃんでしょうがって毎回ね、ブチ切れてるんだけど、お父さんがね、もういつまで経ってもちゃんつけてくれないから、もうしびれを切らしたさやさんはね、パラちゃんが大きくなったらね、おばあちゃんのことはバーバとか、うん、おばあちゃんとかって呼ぶようにするんだけど、うちのお父さんのことはおじいちゃんじゃなくて、会社の役職名で呼ばせようと思って。部長部長って、ね、まあ、仮の役職ね。そうそう、仮の役職ね、うん、これ部長じゃないですよ、うん、やだな、一歳児が部長かわいい、かわいい部長かわいい、綾瀬はるかみたいな。なんで綾瀬はるか、なんでそのピンポイントいや部長って言うといえばじゃん。あえ、なんだっけあれ、あの紐の女、どう見ても紐のじゃない紐の女の綾瀬はるか、ね、なんだっけ、紐の欲しければ金になるみたいなタイトル。違うよ、それ逃げ恥と混ざってるなんかあったのよ。次世代の綾瀬はるかか、親バカ。うちのパラちゃんは次世代の綾瀬はるかになっちゃうな。ずっと親バカめちゃめちゃ面白いアニメできた見たい、早く見たいこれめっちゃおもろいこれめちゃめちゃおもろいが、はい、ということで終わりました。終わった、あの終わりましたというか、まあ1時間書いてないぐらいですかね。いや、めちゃめちゃ楽しい、うん、これね、うん、分かった、はい、無限にできます。やばい、ほんと無限にできる。学生時代に出会ってたらやっちゃってたな、うん、これはやっちゃってた、これもう多分気づいたら、なんでやんなかったんだろう。いや、ほんとだって今、うごめもから出たもん、目の疲れに注意してやりましょうみたいな、今出てきたもん、注意動画、ね、ようやすめやって言われたもん、夢中でやっちゃう人がね、うん、多いんだよ。いやでもまあこれね、ちょっと先に言っておくと、はい、多分僕はね動かないです。自分の絵柄で動かしたいなと思ってやっちゃったから、あ、うんうんうん、1時間で何ができたか先に言っておくと、目が開いただけです。え、でもゲンさんのあの子が動くわけでしょ私ふざけ切っちゃったからさ。いや、さやのがめっちゃ楽しみだ、絶対おもろいやんっていう感じで書いてたからちょっと僕から行くわ。はい、見せて見せて。多分さやの方がおもろいと思うんで、はい、じゃあゲンさんの、おお、え、めちゃかっこよくない。じゃなんかこうギュルンって目が、うん、あ、実はこの瞳は瞳の奥がぐじゃぐじゃっとしていて、うんうん、目が開くっていうところまでを駆け足でやったんだけど、かっこいい、こういう感じ、うんうんうん、え、すごいねゲンさん、よくこの女の子描けたね、この小さい画面で。いやでもね、もうね、うんうん、時間が全然足りんわこれ。でも丸一日やったらもっとなんか楽しいの描けそうだね、うん、いや、めっちゃかっこいい、さすが。ゲンさんさ、前のさ、そう思ったの、ゾートロープでも僕ドロッというのをさ落としたからさ、なんかゾロッ、うん、ドロッとしたのを落としたがるんだろうね僕はね。ねえ、ゲンさん書いてる途中で気づいたね、ベトベタ大好きじゃん、うん、まあそうかなあ、でもこれ47枚あるんだ。そう、これで47枚。うわー、私もね結構書いたなと思ったんだけど、うん、手はすごいわ。いやもうこれ楽しいわ、楽しい。いいっすか、じゃあさやさんの、あ、じゃあ行きましょう、見ていいっすか、はい、じゃあさやさんの、めちゃめちゃ楽しみだ。じゃあ行きますよ、はい、はい、お願いしますじゃあさやさんのもうもうなんでお前ちょっと池さやさんなの顔が池さやさんですじゃあ行きますよ、はい、スタートエンドレス、エンドレスやんちょっともうちょい早くしたら面白い無限に無限に風に吹かれ続けるさやさんやばいさやさんだと思ったさやさんだと思いきやゲンさんこれゲンさんの投げキスだよ、みんなちゃんとハートでトランジションしてんの、ちょっとイラッとするちょっと画面切り替わってる、ちょっと画面切り替わってよう動くな、めっちゃ動く、ぬるぬる動くな、すごいこれ楽しい楽しい、はい、いやこれはね、みんなやりますわ、これは流行るわ。
ということで今回あの、はい、うごメモに初チャレンジしていましたが、はい、ちょっとね、やってみてほしいわ。なっちゃうね、うん、なんかさ1個前の画面がもう下になんかさ、はい、ちょっとうっすら出てるから、ね、なんかこう、はいはい、気軽だよね。そうそう、映しやすいし、うん、なんかちょっとねずらすだけでね、うん、もうもごもご動いてくれるから、ね、まあ、クリスタとかにもアニメーション機能はあるんだけど、この 3DS のがなんかこう気軽に描ける感じがある。そう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 、なんでもいいやみたいな。まだこう喋りながら永遠にこれも流れ続けて嫌だもん。実はゲンさんとサヤさんは同じ人物、まあ、表裏一体というわけですね。夏目さんちはぬるぬるすごいぬるっとぬるっと出てくる。本当にやめてほしい。あの続編をお待ちしております。はい、動くラインスタンプよろしくお願いします。あ、動くラインスタンプ、はい、このね動くラインスタンプこれでお願いします。ちょっとこれで味しめたさやさんが作るかもしれませんね。5年後ぐらいに。